いお茶でおにぎりを作ります。水に浸した米1合を釜に投入。多いお茶も入れる。多いお茶は通常炊飯の水と同じ量を入れてくださいじゃよ。スターティン。オーピン。今回は残念ながらおこげはできなかったのですが、多いお茶で炊いたせいかご飯がもっちりしましたじゃよ。私の多いお茶知らない。自分、知りませんじゃよ。冷蔵庫じゃないの？ちょっと見てくる。ラッピーを引いたまな板にシーメを乗せますじゃよ。シーメを乗せたらラッピーを丁寧に畳みます。あとは握るだけじゃよ。指で三角を作って握りだけです。これさえやってもらえば三角のおにぎりができますじゃよ。おにぎりは鋭い三角形になっても美味しそうじゃないので、最後に角を潰しますじゃよ。やっぱりなかったよ。おめえのお茶なんか知ったこっちゃねえよ。黙ったらんかい。手のひらを丸くして角を潰してますじゃよ。人の多いお茶勝手に使った挙句に白が膨れやがって、何が冷蔵庫じゃないのだよ。どの口が言ってんだ。こらこの泥棒猫が多いお茶解散か。